石井大地の熱血キャンプリポート。今の体調は、疲労度マックスです、キャンプでのテーマ、去年から投げているフォークの精度を上げることです。今のところキャンプの手応えはまあまあです、チームの雰囲気は楽しくやる時もあり、その、場合によっては厳しくこうピリピリとした空気でやる時もあって、すごく、いい空気感でやれてるんじゃないかなと思います。徳島県の、ミマッチさん26歳から。チーム筋肉のメンバーである石井投手が、阪神の選手の中でこの人の筋肉いいなと思うことはありますか？筋肉話を聞きたいです。以前まではあの伊藤将司投手の足の四頭筋がすごく発達してるっていう話をしたんですけど、今年は佐藤輝明選手の広背筋がめちゃくちゃいいなと思って、アップの列が一緒なので、いつもその広背筋見ながら、アップしてます、石井選手自身はどこの筋肉が一番自信がありますか？自信があるのは、結構鍛えてるのは三頭筋、上腕三頭筋です。二の腕って言われる部分ですかね。ちょっとカメラに向かって三頭筋見せてもらうことできますか？三頭筋って、恥ずかしいなこれ。二頭筋もすごいね。三頭筋投げてます。そうですか。ありがとうございます。なんだこれ。豊中市のカーズさん33歳から、筋トレ大好き石井大地選手に質問です。毎日続けやすい、簡単な筋トレを教えてください。特に足の筋肉をつけたいです。基本的にあの筋トレっていうのは毎日あんまりやらないんですけど、その部位ごとにその回復する時間っていうのが あるので、本当に部位ごとにこう日によって分けたりとかするんですけど、足だったら毎日はやらない方がいいと思うんですけど、スクワットがおすすめかなと思います。僕はフルボトムまで行きます。一番下までその筋肉の動員数を一番上げて、その床からの反力をその、いかにもらえるかというか、こうそこからマックスでこう出力していってっていうのが大事だと思うんで、もう一番下まで下がります。東大阪市の石井ちゃん大好きさん21歳から、日々の食生活の中で一番意識している食べ物は何ですか？今シーズンも応援しています。ありがとうございます。一番意識しているのはやっぱりタンパク質と炭水化物と脂質の、PFC バランスって言ったりしますけど、そこのバランスをしっかり整えること、タンパク質はしっかりこう決められた量を取るようにっていう努力はしますし、あとサプリメント系も結構飲みますけど、もう一般の方にも還元型コエンザイム Q10 っていうのが一番おすすめなので、それは飲んでほしいなと。アスリートももちろんそうですけど、一般の方もすごく、飲んでほしいなと思うサプリメントですね、甘いもの食べたいなとかね。甘いものもともと好きだったんですけど、今こういう食生活になって、なんか食べたらちょっとムカムカするようになってしまって、ちょっと控えてるというか、好きなんですけどあんまり食べないようにします。めちゃくちゃストレスが溜まった時はマックのビッグマック食べます。もう頬張ってます。神戸市のロンさん29歳から。私も高専出身で現在はプラントメーカー勤務です。多くの人が工業系の道に進む中で、野球の道に進むことに対して不安や迷いはありましたか？また高専時代ならではの経験が現在に生かされているなと思うことがあれば教えていただきたいです。これからも高専出身者として応援しています。ありがとうございます。不安や迷いもちろんありましたし、自分はどこまでの選手になれるのかっていうのも本当に未知数だったので、でもプロ野球選手になりたいと思ってから本当に
考えて野球をするように、まあ、今 の, あの栄養のことだったりとか、あの、まあ、ピッチングのことだったりとか、まあ、自分の力ではやっぱりここまで来れなかったっていうところはあるので、本当に周りの人たちに、まあ、今もあの常に感謝しながら、あの、まあ、日々は過ごしてますけど、高専時代の経験っていうのは、結構普通の高校よりもこう専門的なことを勉強することが多いので、物理のことが結構今マウンドで考えたりとかもするので、イメージと、まあ、やっぱり実際の起こっている事象っていうのはちょっと、まあ、離れていることが多いんですけど、ベース板の強さを出すためにどうしたらいいかって考えたら、そのやっぱエネルギーの大きさが必要かなと思ったので、まあ、エネルギーで言ったら、まあ、いろいろその方程式ありますけど、力石っていうのが一番自分の中でしっくりきて、こう、まあ、力かける時間で力石っていうのが出るんですけど、その時間をこういかに長くできるかとか、 F のそのフォースの部分をこういかにトレーニングで大きくできるかとか、時間っていうのもあのデルタ T、まあ、ちょっと難しいですね、あのごめんなさいね、はい、まあ、あの積分で求めるんで、こうなんか面積を求めるみたいなあのイメージになるんですけど、そこのどうやってその長さを保っててるか、そのエクササイズをしていったらその時間を保てるかっていうところが、はい、今考えているところですね、はい、本当に連覇っていうのが、はい、歴史上ないので、そこの一員に加われるように今年もしっかり仕事をして、はい、アレンパできるように頑張りたいと思います。以上、石井大地の熱血キャンプリポートでした。